ドンは、ベトナムの通貨単位。国際通貨コードは、VND。通貨記号は、で表す。補助単位は、ハオと、シュウであり、1ドンイコール10ハオイコール100シュウである。現在は、どちらの補助単位も、現金の単位としては使われていない。2020年7月29日現在で、1000ドンイコール4.53円ベトナム語のドンは、漢字のドであり、1ドンは1ド つまり、銅線1枚分の意である。ベトナムは古くは、銅線が流通し、通貨名はこれから取られている。フランスに植民地化された、フランス領インドシナ時代は、フランス語でベイドルを意味するピアストルが、通貨単位であったが、ベトナム語ではドン、あるいは銀を意味するバクと呼んだ。独立後、南北ベトナム両国は別々の通貨を発行したが、単位は共にドンを使用した。 南ベトナムの併合後、ドンが共通の通貨単位として使われるようになった。詳細は、北ベトナムドンを参照1946年ベトミン政府は、それまでのフランス領インドシナピアストルを置き換える、形でピアストルと同化の独自通貨ドンを導入。その後、2度のデノミを実行。1951年に101の例と、その後1958年に1000。 一のレートで通過切り下げを行った。詳細は南ベトナムドンを参照南ベトナム500ドン紙幣。第二次大戦後、戦前の宗主国フランスの意を受けて存在していたベトナム国が1953年にフランス領インドシナピアストルトドンの両通貨名で紙幣を発行していた。その後、南ベトナムを掌握していたベトナム国勢力が一掃され、 アメリカ合衆国の支援を受けたベトナム共和国に政権を引き渡した。その間、通貨はピアストルと同化のベトナム共和国丼が使用された。1975年のサイゴン陥落の後、南ベトナムの通貨は解放丼に変更され、1解放、ドンイコール509ベトナム共和国丼であった。1976年に南北ベトナムが統一され、 ベトナム社会主義共和国が成立。1978年5月3日に通貨丼も統一され、一新丼イコール一北ベトナム丼イコール0.8南ベトナム解放丼の価値であった。1985年9月14日に丼のデノミネーションが行われ、一新丼イコール19丼となった。この後、慢性的なインフレーションが開始し、1990年代初頭まで、 継続することとなった。2019年3月の為替レートで、1ベトナム丼が約5輪程度と、小額な通貨単位である。必然的に桁数が多くなるため、一般的には3桁で区切られ、が用いられる。長年続くインフレーションもあり、1000丼未満で購入できる商品は、ほとんどない。このため、下三桁を省略する、または千イコール一キロという意味で千丼を、 1>, 1キロと表記することがある。紙幣のデザイン、編集紙幣の表面に描かれている人物は、すでに流通が稀となっている100紙幣を除きすべて、初代国家主席の放置民である。そのため、理面のデザインと発行年について解説する。紙製紙幣ポリマー紙幣。ありがとうございます。